京阪関目駅と地下鉄関目生育駅一号出入り口関目駅プラットホーム関目駅は大阪府大阪市上東区関目五丁目にある京阪電気鉄道京阪本線の駅大阪市高速電気軌道今里筋線関目生育駅と隣接している駅番号は KH06 無人駅である改札内にはトイレがある通過線2本を挟んだ 相対式2面2線のホームを持つ、高架駅。改札は1階に、ホームは2階にある。改札口は南北に1箇所ずつ設けられている。隣の野営駅同様に通過線に、ホームはなく、外側2線のみホームがある。バリアフリー施策として、身体障害者対応のエレベーター2機、多目的トイレ1箇所が設けられている。なお、乗り換え駅として案内されている。 今里筋線の関目生育駅の出入り口は西改札口からすぐのところにある。両、ホームとも有効長は8両。2008年3月に番宣表示が付与された。ただし、自動放送での番宣案内はない。2019年度の特定日における1日の乗降人員は14,673人である。各年度の1日乗車。 乗降人員数は、下表の通り。大阪府内の優等列車の停車しない6駅の中では、最多である。大阪市テバス以前は、京阪の関目駅前ということで、関目京阪前停留所であったが、地下鉄関目生育駅開業後の2008年1月8日に、地下鉄関目生育停留所に、名称変更した。出店、関西鉄道研究会。 車両発達シリーズ 1K 半天気鉄道85ページ出展駅置き広報誌暮らしの中の景半1999年5月号、出展駅置き広報誌暮らしの中の景半2000年2月号出展駅置きの沿線情報誌ケープレス2009年5月号1 6面暮らしの中の景半出展 駅置きの沿線上法師、K プレス2014年5月号16面、暮らしの中の京阪出展、駅置きの沿線上法師、K プレス2016年3月号16面、暮らしの中の京阪出展、駅置きの沿線上法師、K プレス2020年5月号16面、暮らしの中の K ケ K プレス2020年5月号、大阪市と継承大阪府と軽年会、 大阪不登経年間大阪不登系年間大阪不登系年間大阪年間大阪不登系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 年間大阪年間大阪不登系年間大阪不登系年間大阪年間大阪不登系年間大阪不登系年間大阪大阪不登年間大阪不登年間大阪不登年間 大阪府統計年間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 出店駅置き広報誌、K プレス2013年9月号の5面、気になるあの駅散策マップ関名駅よりありがとうございます